写真拡大。高校野球大阪大会4回戦、大阪外星学園 6-1 北の23日、万博記念公園野球場。大阪外星学園が快勝で5回戦に駒を進めた。先発の1エース坪井裕太投手、3年は調整登板となったが、1回3分の1を投げ無安打無失点。一番いい状態までだんだん上がってきていますと調子の良さをアピールした。2回以降は3番左翼で出場し、4回に左前的自打、8回には右越え的自二塁打を放つなど、打撃でもチームを牽引した。次もちゃんと勝って、履正社戦に万全の状態を持っていきたいと先を見据えたエース。2015年以来2度目の甲子園出場を目指すには、坪井の活躍が必要不可欠だ。